何でも大丈夫ですけど、つまんないですよ僕、つまんないですよ僕。グレイさんとか、あと尾崎豊さんとか、眠りを誘うような森系の匂いです、森系の匂いです。まあ青さんみたいな広島の象徴というか、やっぱそういう選手には。試合当日に行うルーティン、はい、があったら教えてほしいです。めちゃくちゃあって、まあ靴下とか、靴はやっぱり自分の利き足であるこう左足から履いたり、ピッチも左足から入りますね。それでまあ調子が良かったり、得点決めたり、こうチームが勝ったりっていうので、まあもう今はこう癖になって。サンフレに復帰が決まった時と現在で気持ちや自信の変化ってありますか？気持ちの変化は特にないですね。まあ、自分がやっぱこのクラブを背負って、まあ、青さんみたいなやっぱりこう広島の象徴というか、やっぱそういう選手にはなっていきたいなとは常に思ってます。まあ、J2 と J1 でなかなかサッカーも全然違ったと思うんですけど、愛媛でやっぱ3年間やってきた中で自信はすごくあった中で、まあ、今年のキャンプはやっぱりその3年間が一気にこう崩れるような、J1 と J2 の差はすごくありましたし、まあ、その中でまあ徐々に慣れてきて、まあ、今があると思います。愛媛時代に、はい、匂いフェチだとおっしゃっていましたか、はいはいはい、ということなんですが、今でも柔軟剤など匂いにこだわりは持っていますか？柔軟剤は今はもう使わないんですけど、はい、まあ、自宅でこう部屋ごとに匂いは変えてます。例えば寝室だったら何か、ただこう寝る場所なので眠りを誘うような森系の匂いです。でリビングだったらちょっと明るいポップな匂いですかね。試合にもマイシャンプーとかマイボディーソープ、あと香水とか持っていくので。ミスターチルドレンがお好きだとおっしゃっていましたが、そのミスチルで一番好きな曲を教えてください。終わりなき旅は、あの試合の前には必ず聴きます。その曲聴いたらやっぱりこう気持ちも上がるので。いや自分結構あの昔の曲も好きで、グレイさんとか、あと尾崎豊さんとか、そういう昔の曲も聴いたりしますね。